9番から10に入るときに、リンを、ね、上流リンかけて船傾けて、うまく入りましたね。素晴らしいです。はい、素晴らしいです。ゼッケン45-3、宮崎県、後藤由美選手が発展しました。はい、後藤選手はですね、今3番ゲートに向かっております。後藤選手、先ほど1回目は10位でした。10位でした。はい、はい、あとね、もう少しで入賞圏内ですからね。はい、はい、4番もちゃんと上向こうのウェブで渡ってきましたね。で、5番もリバースで、もう一回次の流れに戻りたいところですけども。そうですね。はい。で、6番、通過しました。そうですね。はい。で、7番、入りました。で、先ほどの、ね、山田選手が44秒に来てますから、中間タイム44秒に来てますので、そうですね、はい、やりましょう、はい、でね、続々これからね、強い選手が出てきますのでね、この中間ラップが楽しみですけども、ゼッケン14-3、神奈川県、八木愛理選手が発展しました。はい、八木選手が発展してきましたよ。この八木選手もね、まだ高校生で、まあ、力持ってますからね、若いね。